こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録トークをしていきます。サムネイルはポークハンバーグです。ポークハンバーグ、もう一枚で、野菜炒めですね。キャベツともやしの野菜炒めも2つあります。たっぷりあります。ポークハンバーグは 500g ですね。ポークハンバーグ 500g と、キャベツ外は10枚ともやし 200g ですね。でこれで足らなければ卵焼き食べるのと、で二豆腐食べるかもしれませんね。あくまでもかもしれません。で肝心の体重です。何キロになっているでしょうか。はい、昨日と変わらないのかな。 56.9、 体重 56.9、 100g 増えてるのか。体重 56.9、 体脂肪率 10.2、 基礎代謝 1376、 内臓脂肪レベル2、筋肉量 48.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.7。 もう一度、体重 56.9、 体脂肪率 10.2、 基礎代謝 1376、 内臓脂肪レベル2、筋肉量 48.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.7 です。もう一度、ポークハンバーグが2枚 500g、 野菜炒め、キャベツ外は10枚、もやし 200g ですね。これにたっぷりマヨネーズととんかつソースをかけて食べます。足らなければ卵を焼きます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。